久久保保ささん、久保さん、はい、<laughs> あのー、これ今日、今回のテーマはね自分の思考を疑うことから始める自分の思考を疑うことから始めるっていうことでまあ、久保さんのその見解ですよね。まああのー、なんだろうな否定自己否定論みたいなのありますけど自己否定論だとちょっとね言葉がねつまらないのでつまらないというか久保さんが使ってますから。 あの自分の思考を疑うことから始めるっていうのにちょっと噛み砕いてみました、まあ、久保さんの動画の中でそのぼ、うん、なんだあー自分の自分が正しいとかね、うん、その仕事この仕事がどうのこうのとかなんかその、まあ、正解はないんですよね結論言うとでねこれねあの最近ですねあの与沢さんの音声を聞きまして、まあ、最近あの自己啓発系のまた聞いてるんですけど そうあの「GACKT からの与沢みたいなで與座さんの,のその音声の,らの中でその私は私はあの昔その合流してたと、あのー、賃貸契約して、あのー、六本木とかまあそういうところで高い家賃を払って合流してたとでもそれがいかに自分がバカなこと底辺のことをやっていたのか ってて、いいうことに気づいてでそれが最低なことをしてたなとで今はその何、うん、だ賃貸契約するっていうのが底辺要はもう所有するで全部を所有してそれを逆に貸すともうそれがもうあのだからなんか賃貸と所有の究極論を与沢さんが言ってていやその賃貸がいいよって言ってる人はその何だ 物件を変える余力がないと。好きなだけ物件を変える余力がないと。もう究極論ですね。あ、やまあ確かにみたいなね。多分その賃貸がいいよって言ってる人は、その、例えば3000万のマンションとかね、5000万のマンションを100個買えるとか、そういう資産がないんですよ。でもそれがあれば別にどこで作ってもいい。だから、ヨザーさんが言ってたのが、あの、いや、ぶっちゃけ言うと家賃ない方がいいでしょうみたいな。 でどういいいいいても家賃なな方がいいよねみたいな、まあ、そ,のそ,のその通りですだから全部物件所有してでどこでも家賃なしで住める状態にしてで住んでない時は賃貸で貸すっていうねもう究極論ですよね <laughs> あこれマジ究極論やっぱねあのお王の王だなっていうね <laughs> 確かにっていうその多分そのね久保さんはそのなんだ賃貸ではなく今家を買ったじゃないですかだから家賃もないですみたいなもういいじゃないですか いいんですよね固定費ほとんどないっていうねだからただそれが一番いいはずなんですよどんだけ安いところに住んだとしても賃貸契約ですからあの湯沢さんが言ってたのは賃貸契約っていうのはドア買いっても盛られてるわけですよねじゃあ盛ら,盛られてない盛ってないとその不動産やってる人は儲かんないんで要は安い場所に住んでてもめっちゃ盛られてるわけですよでそういうことも言ってましたけどだから自分が貸す側になっても,もう所有して 所有して貸す側に回れとしかもあの物件をねいく,いくらでも買える財力を持てと <laughs> 究極だなみたいなでも与沢さんのすごいところってその昔の思考をこれは違うなっていうことをやっぱひ否定できるんですよねだからし成長してるのかなっていうだから今ぶっ飛んだぶち抜いたそのぶち抜く時も その過去の自分の思考を否定しないとぶち抜けないんですよ。あそれも確かにちゃうなっていうところでもぶち抜けない人生ききれない人っていうのはそれにしがみついちゃうんですよねそうだから例えばサラリーマン思考から抜け出せないですよサラリーマン思考をこれちょっと違うんじゃないかなっていうだからさんがフリーエージェントスタイルのところをねを提唱しててその組織に属してるともうまでしかないと。 駒なんですよ、結局。だから、それも言ってましたけど、その、結局、その、トップの人の歯車にしか回らない。要は、株式の、うん、知名度を上げるために自分が歯車で動いてるだけだよ、みたいな。だそこから抜け出さないと、いつまで経っても、その、駒で回って終わりだよっていう。だから、その思考ですよね。さらに、組織でやるという思考から抜け出せないとダメだよっていう。で、僕自身も振り返って、本当に今思うことが、組織から抜けて、やっぱり思いましたね。全てが自由なんですよ。 まあもちろんね自由イコール、えー、全責任ももちろん負うんですけどもただその思考を非常に自由に回せるようになったかなっていう要は組織に入っていると組織のことを考えるという思考が必ず割合にあるんですよで自分の思考と組織のための思考っていうのがあるんで100%自分の思考じゃないんですよだからこれ自分でフリーエージェントスタイルですねあの本当に組織から外れてどこの組織にも属さない で自分の思考100%でこの自分の思考100%と気が合う人久保さんですよねこれとつるめるっていうねこれが一番ねほんといいんじゃないかなと思いますねうんだから今の思考本当にこのままでいいのかなっていうその自分が考えてる思考を疑うっていうのはこれすごくいいことなんじゃないかなと思いますはいということで久保さんの動画どうぞ はい吉田さん1本目の動画「すべてにありがとう」についてのアンサー動画なんですけどもこの動画見ただけでは何のこと言ってるのかなって分かんなかったんで後半のね私の動画も見てみたんですよあそういえばこんなこと言ってたなって感じですけどもあの要するにねあのー、なんかどっかでそういう風なね1分で稼げるビジネスとかやって税金がそういうところに投入されてるのに対して私は不満を感じないってことなんですよなな、まあ、なぜなら私もね大ししたこととててると思ってないんですよ。 もちろん一生懸命やりますし喜んでくださる方がいるのは認識してますけども私の仕事だけが全部がね正義ではないと思ってるんですよ。もしかしたら間違ったこともあると思いますしとてもとてもねあの唯一無二の世の中で完成された理論理屈を話してるわけではないと思うんですよ。そういう情報発信してるわけではないと思うんですよ。でそう考えていくとじゃあ完全無欠のお金をいただいても何の文句もない仕事ってこの世の中に存在するのかなって考えたら。 いろんな角度でその仕事っていうのを見た時にやっぱりねそれもらいすぎじゃないのとかもっともらってもいいんじゃないのとかそれ仕事存在してていいのとかね、まあ、いろんな考えがあるんですよ、うん。ということは1分で何千円もらえる仕事があってそこにね年間2,000万3,000万を抜いている仕事があるとしてもそれもあっての世の中かなって考えるしかないと思うんですよ。 でもっと言ったらね、その仕事がなくなったからといって、何かの形で撲滅させたからといって、じゃあ自分が豊かで幸せになるかって言ったら、それとは全く関係ないと思うんですよね。ですから、人がやってることを気にしてるうちはまだまだなのかなっていうふうに感じてるところでございます。はい、えー、私はね、自分の人生を生きれば、人のやってることとか人のずるさとか、そんなにね、気にならないかなというふうに考えております。人のずるさとか、人のやってることが気になるってことは、自分の人生がね、それだけ、 生きて、生きられていないってことなのかなと。人の人生にかかさらってる暇がないってことなんですよ。要するに、批判してる暇がないってことですね、えー。もちろんね、人のやってることを励ましたりとか、褒めたり言っていう意味で、意識を持つのは全然悪いことではないと思いますけどもね。さあ、その中でね、今回ね、吉谷さんに、えー、一つメッセージがあります。それはですね、法人口座、新規で会社を作った時の法人口座が、作りにくいって話しましたけども、ついにできました。あの、ゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行は、申し込みに行って、大社書類もなくって、3日でできました。あ今日ね、 あの配列証明が送られてきて通帳が入ってましたむちゃくちゃ簡単でしたゆうちょ銀行が新規で会社を作る方には断トツでおすすめでございますただし 上限金額が年間で1300万だったかな、扱える金額が。そういうふうな、ちょっとね、ちっちゃい口座であるってことは、デメリットなのかなと思いますけども、まずはユー u ュ銀行で作ってみて、それで実績を作った後で、メガバンクとかに行くってのが、まあ、黄金の手なのかなと思います。やっぱりね、すでに法人口座がある銀行を抱えている法人に対しては、半年以上経つとね、それが取引の実績ってことになって、通りやすくなるんですよ。要するに、新規の会社で、なんでね、審査が通りにくいかっていうと、 あの法人活動の実績がないって言われるんですよ。それは当たり前ですよね。法人これから作るのに実績あるわけないじゃないですか。でも、今お話したように、優秀銀行で取引の実績を6ヶ月ぐらい作ると、それはもう立派な実績になりますので、一般銀行とかね、えー、メガバンクの審査も通りやすいんではなかろうかというふうに、ここは推察しております。ただ、間違いないと思います。まずは優秀銀行を作ってみてください。以上です。